はい、どうも銀の動画です。もうお盆を過ぎたのにね、もう全然気温が下がる気配ないですね。まあちょうどこの日も朝9時なんですけど、もう31度でした。もうどうなってるのっていう感じですね。今日のツーリングなんですけどね、まあ涼を求めてというツーリングになっているんですけどね、先週、友達からこんな LINE が送られてきまして、まあ今の時期涼を求めるなら滝じゃねみたいな、ね、滝通を勧められたんで、ちょっと行ってみようかなと思ったんですけど、前回東部に行ってるんで西部の方にいい滝があるんじゃないかということで調べましたらですね、ありました。涼を求めて、今回はその特選の滝というところに、まず行ってみました。あ、涼しい。もう今はね、ナビがありますからね、もうこういう小さい道路もね、迷わずに入ることができます。今案内板を確認して、まあさらに奥へ奥へ狭い道路をどんどん上がっていくというところでしょうか。で、狭い道路まあいいんですけどね、時々ね結構狭い道路砂が浮いてたりするんで、まあそれに気をつけながら行こうとこの時は思ってました。全面通行止め。はい。そうか。もうちょっと早く帰っちょってほしいの。はい。滝。行けませんでした。マジかよ。本当にね、ある意味ね、本当びっくりしましたね自分に。うん、定休日のお店に行ったりね、まあこういうこともあったりして、うん、なんか持ってるんじゃないかというふうにね、なんか思いましたねこの時で。一応ね来たということで記念撮影をして帰りました。はい、突然の滝、幻の滝になってしまいました。実はですね、この辺りからちょっと録画機材がおかしくなってたんですよ。実はね、なんか録画してるんかしてないんかちょっとわからん状態がずっと続いて、まあスマホもちょっとおかしかったんですけどね。で、次向かった場所は、まあ銀の動画といえばね、やっぱりラーメンツーリングでしょうということで、海の見えるラーメン屋さん、ラーメン楽さんに行ってきました。まあ繁盛店ですね、もう駐車場満帆でした。まあ、開店すぐぐらいだったんですけどね、もう満帆です。はい。で、名前を変えて、待ってたらラーメン来ました。はい。やってきましたですね。豚骨なんですけどね、魚介系ですかね、魚介系豚骨みたいな感じで、美味しくいただきました。海の横にあるラーメン楽でした。美味しかったです。ラーメンの次はやっぱりアイスということで、次に向かった場所はですね、角島ジェラートポポロというところなんです。まあ海をこう見ながらですね、角島目指しました。まあいつも角島通ってるんですけど、今回はね別アングルで撮って、やろうと思いまして、また高台の方に行ったんですけどね。まあ皆さんねよく知ってらっしゃいます、もう角島大橋が一番絵になる場所ですかね、見える場所ですかね。もう写真を撮ったりね、動画撮ったりされる方たくさんいらっしゃいました。ということでね、今回は一瞬だけですけど、まあ絵になる角島です。その角島大橋からですね1キロ先にあります、今回向かった場所、まあ今見えましたね、もうたくさん並んでらっしゃいます、角島ジェラートポポロさん。はい。まあ駐車場はものすごく広かったですね、びっくりするぐらい広かったです駐車場がですね。まあ可愛らしいお店ですね。もう並んでらっしゃる方もうカップルだけです。もうじじい一人は私だけです。もう一人ぼっちは私だけでした。ダブル、あ、ダブルで、はい、カップで、ダブルのカップで抹茶と、はい、ジャージーミルク、抹茶とジャージーミルクですね、はい、もう外に出るだけでね、もう溶けてしまいそうな暑さでしたね。もうこの辺から喉が鳴ってますね。暑い中走ってね、もう行列の中待って、で、やっとありつける
アイスです。もう格別でした。で次寄らせていただいたところが角島プリン。まあ実際ね、ジェラートポポロさんの方が遠いんですけど、まあとりあえずもう冷たいものが欲しいということで先にジェラートの方に行ったんですけどね。で実はまあ角島プリンさん、まあ2回目なんですけど、以前来た時ねブループリン売り切れてたんですよ。ですからねぜひとも食べたくて、まあ綺麗な色してるでしょ。もう口の中に入れた途端に涼しさがふっと広がりましたね。まあそんなプリンですということで、食べてたらですねまたお客さんがたくさんいらっしゃって、まあここもね、繁盛してるお店ということで、ぜひ角島いらしたら行っていただけたらいいかなというふうに思います。山口県の、まあ、こんなところがあるよとかね、美味しいものがあるよというところを紹介できたらいいなというふうに思いますので、今後とも銀の動画よろしくお願いします。はい、それではまた。